メディア、キリモイスアクセスと思います。今日はですね、ASE がリリースして、ASE と変わったなと僕が感じたこと、5選っていうのをですね、やっていきたいと思います。結構ね、ASE と変わってて、かなり面白くなってるから、そこら辺をね、みんなと共有していければっていう感じで、早速やっていきたいと思います。という感じで、本日もくちゃくちゃ1つ目、ASE と ASE、2つ目、違い5選。で、最後ですね、それを踏まえて、また別の番外編という形でですね、ここら辺もですね、共有しておきたいなというポイントも言っておきたいと思います。という感じで、まず1つ目、 ASA と ASE という形なんですけど、今回ですね ASA がですね新たにリリースしまして、アーク1ね ASA のリマスターという形になってて、アンリアルエンジン5で作り直されて、いろんなシステム面も建材とかいろんな面が一新されてます。で、その中でですね、まあ、正直洋ゲーなんで説明書とかあんまなくて、結構説明不足な点が多いんだよね。なんだけど、プレイしてるうちに、あれこれ違くねとか、あこれすげえ便利になってるとかあるから、そこら辺をねみんなと共有していきたいと思いますので、ぜひみんなもね気づいて面白いなって思った点とか、便利だなって思った点あったらコメントで教えてください。全然ね気づいてない点とか俺もねあると思うから、そんな感じで早速今日俺がですね面白いなって思った違い5選をみんなと共有していきましょう。多分ねこれを見ると ASA が買いたくなっちゃうかもしれません。はい、という感じで、まず1つ目なんだけど、恐竜テーマがね結構変わったんだよね。ここが俺的には一番でっかくて、まあ、正直言うと難易度的にはマイルドになってる、これのおかげでっていうところかな。で、どういう風に違うのかっていう話になるんだけど、今までは野生恐竜って基本的にはさ、大人の恐竜のみしかいなかったと思うんだけど、それだけじゃなくて、今はですね、なんと子供の恐竜っていうのがいるんですね。で、例えばいたこれトリケラトプスのこれ子供なんだよね。トリケラの子供いますっていう形です。で、こんな感じで子供の恐竜がいるんだけど、この子供の恐竜さ、親がまあ俺が倒してもいいんだけど、普通に戦いで負けたり俺が倒したりすると、所有権がなくなるんだよね。で、その所有権がなくなった形になるから、子供がこのままテイムできるんですよっていう感じで、インプリント擦り込みもできるから、なんと超お手軽にテイムができるようになるんだよね。で、このトリケラはもう完全に自分のものになってます。なので親を倒すと、なんと子供をテイムできる、そのまま子供状態でっていう形で、本当にねこれは大きいねシステムの、なんて言うんだろうな、変更かなっていうふうに思いますので、ここのですねテイム方法については相当俺はですね面白くなってるんじゃないかなというふうに思いますね。特に序盤のさ、ベリーとか使うさ、マンモスとか、あとはカストロイデス、まあ何でもいいんだけど、そういった草食動物系っていうのは、まあ、必要じゃん結構最初に。で、そこでですね時間かかって大変だなっていうテイムが、一発親だけ倒せばテイムできるから、で、まあとりあえずさ、まあ、最初は低レベルでいいじゃん、後から厳選すれば。なのでそんな感じで、全く新しいシステムとして、親がいなくなったら子連れの子供の方は所有権がフリーになって、テイムフリーっていう、ここがめっちゃ面白いっていう形になってます。なのでこれ覚えておくと、結構ねなんかね楽しめるの度合いっていうのが増えてきて、俺もね結構生放送で適当にそこら辺にいるテラバしばいて、で子供のテラバゲットして、最初はね移動のね足にしてるとかあったりしたので、かなりですねそういった面で新しいね遊びというか幅が広がってるんで、結構これはやることおすすめするかなって感じ。っていう感じで、この恐竜のねまずテイム面が超変わってるっていうのが俺的には面白いかなっていう風に思います。で、次ですね、次はね建築面がめっちゃ変わってて、ちょっとねその建築面の変更点多すぎるから、めちゃくちゃね全部抑えると大変な時間になるので、かいつまんで俺が重要だなって思うところだけ解説すると、まず1つ目に水源と電源、まあ電気でさ、今さ発電機を発動させてるんだけど、ガソリン入れて電気を供給してっていうところなんだけど、まあ、例えば冷蔵庫、あとはエアコン、まあエアコンも形変わったんだけど薄くなったんだけど、であとはここに置いてるけどライトとかっていうものを起動するために、今まで発電機作って電線を発電機から伸ばして電線をつないでくみたいなのあったじゃん、コンセントでっていうのとか、あとは今これ水源なんだけど、こうやって水源を引いてきて、でこれも電線と一緒だよね、電線と同じ用途のパイプを並べてって蛇口をつけるっていうのがあると思うんだけど、でここの電線とかパイプがなくなりました。どういうことかというと、ワイヤレスです。で、まあ、とりあえずちょっとね今活動範囲みたいなのをですね見せるんだけど、まあ、この例えばさ、この黄色いさ円があるじゃん、これ
これが今あの発電機置いてるんだけど、この発電機 の、 あの射程距離内というか射程範囲になってて、この中だと簡単にですね、あのワイヤレスで全部電気が届くっていう形になります。なので実際にやってみるんだけど、発電機つけました。そうすると何も電線とかない、ここの冷蔵庫が稼働してます。でエアコンも稼働してます。でライトとかもここねつけますっていう形になってます。こうやってつけれるっていうところになってるので、この線がなくなってワイヤレスでできるからすげえ簡単になったんだよね。やっぱ今まで俺とか建築下手くそだから柔軟でもうめっちゃぐちゃぐちゃにしとったんですけど、それがですねめっちゃいい感じになった。俺にとっては非常にいいかなっていうところですね。なのでこういった形でいろいろつなげれるっていう形になりましたね。まあ今までねガチデーとかは柱を置いて、でその上にあの天井を置いて床下をねあの線を這わせるとかやってた人とか結構多かったと思うんだけど、それがまあ必要なくなったので、一応ねあの手間が減ったかなみたいな、そんな感じにはなってるかな。まあ、ただねあの射程範囲がね有効距離が決まってるので、こんな感じでね、まあ、あのちょっと発電機の数は増えちゃうかなっていうところになってますね。まあ、そんな感じなんで使い方としてはですね、なんとワイヤレスになって、で水も一緒ですね。水も一緒で、水のレンジをまた見るんだけど、これねこういう形で水色のドームができるんだけど、このドームの中だったら蛇口をどこにつけても水が出る。これも水めっちゃ出てるんだけど、であとはなんかね適当にここにつけたんだけど、これもねずっと水が出てるみたいな感じになってるんですね。っていうところでどこにでもですね水が湧くようになります。なのでこれ電源で動くやつとか水源とかっていうものがですね全てワイヤレス化したので、非常にですねまあ、 あの建築的にはお手軽になって簡単に作れるようになったっていうところになってるので、ここがねかなり違うポイントになってくるかなっていうところなので、俺も最初ねパイプ探したんだけどなくて、あれってなったら、えって思って、もしかしてって思ってやったらワイヤレスじゃんってなって衝撃でしたっていう感じなんで、ここが結構ね違うかなっていう形で、あとはですねちっちゃいんですけど暖炉で肉焼けるようになりました。はいやばくないこれ俺超衝撃だったんだけど、えこれ暖炉で肉焼けんのやばくないっつって、しかもこれねあれなんですよ、焚き火より早いんですよ焼けるのが、っていう感じなので、ここの肉焼き機能追加暖炉マジ最高っていう感じですね。でさらになんですけど、もう一個一番大きいところをですねやっていきたいと思うんだけど、建築に関してね、建築例えばなんだけど、今壁を置きますと、壁を置こうとするんだけど、この下のなんていうかな部分、中央の下寄りのところにさ、いろいろ選ぶやつあるじゃん、これわかるかなっていう感じで、今ね一つの壁というものを置いてるんですけど、壁一個でいろいろな建材になるんですね。設置するときに、作るときはこれ壁なんだけど設置するときに壁を変形させていろんな形にできるんですね。っていうのが非常に大きいね、今回の変更点かなっていう形ですね。ちなみに一番右のやつ選ぶと回転扉になります。はい、でこれで出入りできるんで、この回転扉ね隠し扉みたいになってるんで結構面白いかなって感じなので、ダブルドアフレームで上が突き抜けのドアフレームで、上になんかこのなんていうのなんかこうストッパーみたいなのがついてるドアフレームで、窓枠で普通の壁で、さらに言うと忍者扉みたいな壁っていうののね種類になってますので、こういうのがねやっぱかなり違ってくる。でさらに扉も建材としては1個だけなんだよね。なんだけど全部扉でこうやって勝手に合わせてくれます。なのでダブルドアもシングルドアもで窓もドア1個作れば全部これでいいので、非常にねエングラムポイントの節約になってて、かつめんどくさくない。今まではこっちのこの窓はなんだっけとか、でダブルドアのこのドアはなんだっけとかだったけど、ドア1個で全部済むからめちゃくちゃ便利で、フレームも壁1個で済むからめっちゃ便利って形で、スロープとかも同じ形になってて、スロープも置こうとすると、まあいろんなタイプがあって、でこれも R ボタンでこうやって切り替えると、こうやってね階段スロープでなんかこの段々の屋根みたいなやつになったりするっていうところになるので、ここら辺がね非常にですねでかいですね、かなりでかい。でこれによってねめんどくさくないんだよね。もうほんと今までさ紙トラップとかもそうだけど、なんかいろんな種類の壁を作ってとかなんかいろいろあったりするじゃん。なのでそういっためんどくささをかなり軽減してるので、この建築に関してはめちゃくちゃイージーになってるので、特に建築税はよりやべえ建築
築が早くできるっていう感じになっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、俺みたいに建築の下手な人はめっちゃ助かるっていうところですね。なのでここら辺の操作性とか機能性めちゃくちゃ変わってるので、このまあなんて言うんだろうな、建築に関しては大きく変更したところかなっていうふうに思います。で、あと俺が地味に一番感動したので、例えばさ、今こうやってさ螺旋階段あるじゃん。で、螺旋階段こういう風にいっぱいさ重ねてるんだけど、例えば今まで一番下の螺旋階段引っこ抜くとするじゃん。そしたら2段目以降の上のやつ全部さぶっ壊れてガガガガって崩れてたじゃん。あれなくなります。で、どうなるかというと、ちょっとね、今ね左の部分に回収したアイテムが見えるから見てほしいんだけど、いくよ、ポン。なんと6個回収してるんですね。そうなんです、なんと上が壊れずに下抜いて壊れる部分は一緒に全部その時点で回収されるんですよ。っていうのがマジでやばいから、なんかミスって土台とかワンチャンミスって抜いちゃってガガガガガガって崩れるとかあったじゃん。ミスった、ここのスナップだったみたいな、あれが一応まあなくなりってか、なんていうかな、建造物としてはバンってこう壊れるんだけど、建材は回収するっていうのになるからめっちゃいいすげえ神アップでと思ってるので、俺はねここら辺実は ASE から A の変更点ってマジ神アップで多いと思ってます。かなり楽しくなってるし、やりやすくなってるし、なんか建築やろっかなって感じになったりもするし、で、さっきのテーマに関しても普通に楽しみ増えてるから面白いって感じなので、俺的には結構ねいい感じの神アップで今回多いんじゃないかなって感じで、建築編はこんな感じですっていうところ。で、次はですね装備編の行きたいんだけど、装備なんですけど一番俺がでかいなと思ったのは、まあ、一応パキュファロサウルスにつけてるんだけど、これ見てほしいんだけど耐久値がついてます。まあ、今までは防具とか武器に耐久値ついてたけど、パドルにも耐久値がつくようになったので、壊れてしまって修理しないといけないっていうフェーズが出てきますっていう感じで、まあボス戦とかで用意するめちゃくちゃね高級な至高のサドルとかはまあちょっと重くなってくるので、まあ大事に使った方がいいかもねっていう、そんな形にはなってますね。あんまり無駄遣いするとちょっと修理がすごい大変になっちゃうよみたいな感じの話になっちゃいますねっていう、そんなところです。はい、なのでここが一番大きいかな。まああとはギリスーツ、これギリなんだけど、まあ、こんな感じでまあビジュアルが変わってるような感じのもあるので、まあそこら辺はね機能面は特に変わんないんだけど、そういったね具合になってるかなっていうところですね。まあ、なのでまあ基本的にはですね、サドルの耐久値ができたっていうのはめっちゃ大きいんで、これ気をつけた方がいいと思いますね。特に指向サドルとかはまあもしかしたらすんごいね修理費用を要求されるかもしれないので、お気をつけくださいといった形になっております。それではですね次行ってみましょう。で、次はですねなくなったものをですね、なくなったものをちょっとね言っていきたいと思います。なくなったものに関してはまずクライオポットがないです。クライオポット完全に今実装されてません。おそらくエクスティンクションの時に実装するのかなっていうような感じになってます。ただねモッドで一応実装はされてるんだけど、ちょっとね今10月30日時点ではモッドの稼働が怪しいんだよね、挙動が。なぜかというと本体ね、ゲーム本体側がゲームソフト側がアップデートをなんか週末に10段階もね3日間でやるとか、結構やばいねアップデートの進行状況なので、あまりにも通常だとありえない環境なので、それにモッド側が追いついてないっていうのが結構ね可能性高いと思ってて、そこら辺で不具合がちょいちょい起きてるっぽいので、いろんなモッドでね。なのでモッドは一応ある程度出てきてるんだけど、自己責任でって感じで、あんまりねまだモッドは最初1ヶ月ぐらい、11月末ぐらいまでは、まあ、ある程度様子見して、あとは自己責任でやってみてって感じなので、そんな感じで一応クライオポット自体は今んとこ未実装だけど、一応使えるっちゃ使えるけど、モッドがちょっと怪しいって感じ。本体が更新しまくってるからね。はい、であとは移動速度触れなくなりました。なので移動速度今わざと俺ね見えるように出してるんだけど、なので基本はこの移動速度という項目がなくなります。ステータスからもう完全に消えて、近接攻撃力からでも気絶しまでに何ていうかななるので、ここの項目自体が消えるみたいな感じで、これは恐竜とサバイバー両方なので、俺もね一応わざとねローカルは分かりやすいように出してるんだけど、普通に今ライフワークとか のバニラでやってるサーバーに関してはここないです。設定がもう表記自体がないっていう感じなので、この移動速度 のレベルアップが全てにおいて不可能になったっていうのと、クライポッドが今のところ実装されてない、この2つが大きく今ない状態です。 ASE から
マイナスになっている引き算された部分の要素ですっていうところですね。まあただこれぐらいかなって感じなので、引き算の要素はね、まあ、結構ですね、あのプラス の改善点の方が多くて、俺は結構楽しいかなって思ってますね。で最後になんだけど、あのビーコンもね、結構ね、あの造形が新しくなったので、なかなかね形的には面白い感じになったんだけど、あのまあ造形はいいとして、あのやばいのが一個あって、あの中身がマジで壊れているっていうのが結構いかついんですよね。で中身が壊れてるっていうのはどういうことかというと、品質のなんていうのかな、部分がすげえバグってて、なんか至高の装備品とか平気で出るのね。あの海底のクレートあったじゃん、ああいう品質のレベル、ルートクレート品質になってるんですよ。なのでわざわざ洞窟のクレート周回行かなくても、ただのねクレートだけ取れば支給品のねやつで、めっちゃ装備が潤うって感じで、俺もねちょうど昨日ねライフワークの生放送終わった後で、まあ寝る前にたまたま目の前にねクレートとか開いたら、まさかの毛皮の至高の鎧があって、えってなって、やばくねみたいな感じになったり、あとは至高の槍をねトライブメンバーがゲットしてくれたりみたいな感じで、何それやばくねっていうのが結構ある。なのでそこら辺がですねマジ壊れてるなっていうので、だいぶね、まあ、ちょっとリリース直後のお年玉セールみたいなのかもしれないなんだけど、まあ、とりあえずこのクレートっていうものの品質がマジでバグってる、とんでもない品質になってるから、ここはねぜひちょっとねみんなねクレートあったら積極的に支給品クレート行った方がいいかなって感じで、白とかの一番ね低いランクの、クレートとかもなんか中身が変わってて、結構ねお役立ちなアイテム序盤とかでもっていうのが入ってたりするので、なので白だからまあ別にいっかっていうんじゃなくて、白でも結構見てみるとなんか意外にいいの入ってんじゃんみたいなのがあったりするので、まあぜひね皆さんねクレートは取ってみて、マジでびっくりしたから、ちょっとね今クレート探してたんだけど全然落ちてないわっていう感じなんで、ガチャ要素みたいな感じですげえワクワクするから、クレート1個が本当にすごく大きい価値になってて、俺としてはねワクワクしちゃうかなって感じで、これもお楽しみ要素で結構俺はいい感じなんじゃないかなっていう風に思ってるっていうところなので、結構いろんなところが変わって、まあ、引き算の部分は移動速度とクライポットなんだけど、おそらくクライポットはまた後々実装すると思うし、で移動速度に関しては非公式サーバーとか、あとはローカルに関しては設定変更で普通に戻すこともできますっていう感じなので、そこら辺に関しては一応柔軟性があるのでいい感じじゃないかなっていうふうに思うし、まあバニラでやってますけど、まあ結構いけてるかなって感じ。あったった、クレートこれね、クレートこれです、クレート形までめっちゃ変わってるんだよね。でまあ例えば青のクレート開けてみるっていう感じなんだけど、こういうふうに森が入ってたり、あと毛皮、こういうのさ序盤マジで役立つから、こういう毛皮をいちいち取りに行かなくてもゲットできるとか、あとはなんかエンドロシチューがやたら入ってるエンディルシチューね、なかなかねいい感じなんで、まあ使ってみてねっていうところで、まあ実際にこういう実用品が多いんだよね。まあ石鹸はまああんまりあれだけど、結構実用品が多いのって俺的にはこのクレートもいい感じかなっていう形ですね。まあ恐竜も建築も楽しくなってて、結構ね俺は ASA になってむちゃくちゃ楽しくなってると思うから、ほんとね、まあバグとかは確かにやばいとかあったりするんだけど、まあアーク好きだったらマジでおすすめできるって感じかな。もちろんバグのところは許容してね、はい、許容してっていうか、あるのを理解してねっていう感じなんだけど、はいっていう形になってます。という感じで最後に番外編という形でちょっと違う角度からの話をしていきたいと思います。結構ねよく話をね聞くんですけど、まあ質問が多いんですけど、ローカルでもなくて非公式サーバーでもなくて、その専用サーバーっていう形で、そのなんていうかな、自分の PC とかプレイステーションを軸に自分のローカル環境に友達を呼んでマルチプレイするみたいなやつあるじゃん。あれの時に相手との距離の制限がある。例えば俺がここにいて、でもう一人ね入ってきたコープで入ってきた人がここら辺にいてみたいな感じで、で距離制限があって、距離制限以上に行こうとするとちょっと動けないみたいな、そっち側に行けないみたいな、その距離制限があるんだよね。ホスト側と入ってきた人側の距離制限、それに関しては、まあ、別の動画でもね一応お伝えをしてるんだけど、結構質問が多かったので一応ここでも答えとくと、まだできないです。 ASE の時は距離の設定できたんだけど、それがなんかね効かなくなってるっぽいんで、コード打ち込んでもね。なのでちょっと残念ながらここはアップデート待ちになってるので、専用サーバーでねコープとかでローカルで友達と遊ぶ場合は気をつけてねっていう
そんな形になってますね。であとはね、結構便利なのも変更点としてはあって、例えば今ギガノトってさ肉食恐竜で、肉食恐竜って肉をインベントリー内に持ってって直接食べさせる、消費ボタンを押して直接食わせると HP の回復が促進されるじゃん。あれの HP 回復速度がめっちゃ速くなってるので、結構ねこの手動で肉食わせて HP 回復、インベントリー内でこれの効率上がってるからすごいやりやすくなってるので、こういったなんかプレイヤーにプラスなルートクレートみたいな品質のクレートとか、あとはこういった肉食の HP の回復速度の上昇とか、ここら辺とかもねいろいろあったりして、あと建築もね結構比較的優しくなっているので、全体的にマイルドな感じで設定されてて、しかもそのマイルドな設定がねなんかね俺的な感触だとすごいアーク分かってるなみたいな、ここちょっとかゆいところ手届かなかったなっていうところをいい感じにマイルドな設定にしてるので、俺はねその変にねバランス崩してなくていい感じかなというふうに思いますね。若干ね親倒して子供テーブできるのは結構イージーなんだけど、まあそれもそれでいい感じかなっていうね、新しい幅の一つかなと思ったりするので、別に全部の恐竜に子供がいて誘拐できるとかではないので、まあ150とか見つけて普通に直接テーブしたりとかもあるし、でまあ子供もね一緒にテーブしてみたいなのもあるし、まあそういった形でいろんなことができるので、普通に幅が広がったアークなので本当にね遊びの幅広がった。しかもこのアンリアルエンジンのこのあれ新しい画像見て、これマジで綺麗だから、とんでもなく綺麗、この世界が、この綺麗な世界で新しいアークを自由に遊べるってマジで楽しいから、俺はねすげえね今回の5個のね違いとかもすごくポジティブに受けてるし受け止めてるし、でまあクレアポットなくても結構やれてる部分もあるんだけど、まあリニオグナトとかねクレアポットがある世界線前提の恐竜実装のやつに関してはちょっと文句は言いたいけどなんだけど、まああれなんですが、それ以外のねことに関しても移動速度に関しても、まあ慣れてみればそんなことないし、でなんかデフォルトの攻撃力とか移動速度がベース値多分上がってるから結構ねそんな不満はないって感じかな。なのですごくね楽しい環境でできてるので、まあ ASA に関してまあどうかなっていう悩んでる人とか、まあ違い知りたい人に関しては結構俺はポジティブなね形で意見は言いたいかなっていう風に思ってる。すげえ楽しいよ普通にっていう感じでね、今回はですね違い5選っていうのをやってきたんですけど、マジでね俺的には楽しいと思ってるのでね、ぜひね皆さんもですねやってみていただければまあいいんじゃないかなっていう感じで、まあバグとかもあったりね、そこら辺のねなんかごちゃごちゃっていうのはまあ ASE から継続してちょっとあったりするんだけど、まあそれでもね ASE よりかは確実に作りはいいっていうのはあるから、まあそれでもまあバグはあったりするんだけど、まあそれでもね本当にやっぱ楽しいので、あんだけクソみたいなバグがあってASE ガチ神ゲーだったので、まあねやっぱ神ゲーっすわただバグがなくなった世界線だと本当に殿堂入りみたいな感じになるので、まあ、そのぐらいまで、まあ、改善していただけると嬉しいかなみたいな、まあ、ゼロはないと思うけど本当に致命的なのだけはねなくなっていただけると嬉しいなって感じで、今日はですねこの辺にしておきたいと思います。っていう感じでね、 KTR ゲーミングではこんな感じでアークの動画結構出してるんで、ぜひねチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらにですね生放送っていうね形でライフワークという参加型はね結構2年以上やってる感じなので、ぜひね皆さんそちらの方も一緒に楽しんでいただければ嬉しいなって感じで、今日はこの辺にしておきたいというふうに思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。新しいクレートマジかっこいいよね、なんか意外に